先週の阪神競馬で落馬した藤岡康太騎手イコール立冬フリーイコールについて、兄の藤岡祐介騎手イコール立冬フリーイコールが10日、現状を説明した、レース結果、落馬があった阪神 7R の成績、全着順、落馬でご迷惑、ご心配をおかけして申し訳ありません。現状、7時45分ごろ、まだ意識が戻っていません。経過を見ている段階です。 本人の頑張りに期待するしかありません。僕らも見守ることしかできません。ファンの皆さんも、たくさん心配してくださっていると思います。なんとか帰ってこれるように応援していただければと思います。